ガッチャは1973年にあたりによって製造発売されたアーケードゲームである。ガッチャの筐体ガッチャはポン、スペースレースそしてポンダブルスに続くあたりの4作目のゲームである。これは世界初の迷路アーケードゲームであり非常に初期のゲームでありデスレースのような他の初期のゲームよりも数年遡る。このゲームの目的は 画面上の二人のプレイヤーがお互いを見つけて落ち合い迷路のゴールを目指すことであるこのゲームには様々な議論があるその一つはゲームのコントローラの見た目に禁しているゲームの動作をコントロールするために握られるコントローラはジョイスティックではなくピンクのラバーの出っ張りでありこれはチブサを意味していたこれは当たりのあるメンバーがジョークとしてジョイスティックが ファルスに不思議なほど似ていると話したことに始まる。これをきっかけに女性ゲームを作ることが決定され、このゲームはこれ以降当たりのスタッフにおっぱいゲームと呼ばれることとなった。後期のバージョンのキャビネットのコントロールは標準的なジョイスティックに置き換えられた。その他の議論として、その反則チラシは女性を捕まえている男性が特徴的に描かれていた。その結果、 このゲームは大衆にあまり広まらなかった。ありがとうございます。